近太橋。近太橋は、山口県岩国市の西木川に架橋された木造のアーチ橋である。日本三名橋や日本三大木橋に数えられており、名称に指定されている。反省資料には、大橋と表記されることが多く、また、両運橋、五竜橋、大運橋、ソロバン橋などとも呼ばれていた。近太橋という美名は完成後に定着した説が、 有力とされている。文書による書室は、宇都宮土南の記述した文書内である。五連のアーチからなる、この橋は、全長193.3メートル、福音5.0メートルで、主要構造部は、継手やしぐちといった組木の技術によって、釘は一本も使わずに作られている。石積みの橋脚に五連の太鼓橋が、アーチ状に組まれた構造で、 世界的に見ても珍しい木造アーチ橋として知られる。また美しいアーチ形状は木だけでなく鉄、鋼の有効活用がなされて初めて実現したものである。甲州の西湖にある包みにかかる連なった橋からヒントを得て1673年に創建された。聖湖の近代橋とは2004年に姉妹橋となっている。現在そのほとりには 近代橋有効の石碑が混流されている。1950年、昭和25年の台風ですべて流出したため、現在の橋は1953年、昭和28年に建造当時のまま復元されたものである。桜の名所として、吉高公園と共に日本桜名所100選に選定されている。近太橋は1673年、 遠方元年に岩国藩主、吉川博義によって建造されたものである。初代岩国領主、吉川博家が岩国城を築城して以来、岩国城と西木川を挟んだ対岸にある城下町をつなぐ橋は数回架けられているが、西木川の洪水によりたびたび流出していた。三大領主の博義は洪水に耐えられる橋を作ることに着手する。 橋脚をなくすことで流出を避けられるとのアイディアのもと、大工の小玉黒江門を公衆に派遣し、橋脚がない羽橋、羽橋である猿橋の調査を命じた。しかし、川幅三十メートルのところに架けられている猿橋に、対し、西木川の川幅は二百メートルもあるため、同様の羽橋とするのは困難であった。 広吉は、ある日柿餅を焼いていたところ、弓なりに沿った柿餅を見て、橋の形のヒントを得たという。また、明の木家像である独立聖駅から、甲州の西湖には島伝いに掛けられた六連のアーチがあることを知り、これをもとに連続したアーチ橋という基本構想に至ったとも言われている。アーチ間の橋台を石垣で強固にすることで、洪水に耐えられるというのである。 遠方元年、1673年6月8日に、基礎の加入れが始められ、小玉黒江門の設計により、石で積み上げられた橋脚を川の堤防に2個、中間に4個の計6個築き、その上から、片持ちの梁をせり出した木造の五連橋を架けた。広義は近くに住居を構えて自ら家橋工事の監督を行い、 センスを開いてアーチ橋の湾曲の形を決定したという。同年10月、近代橋は完成し、地元でかないむつまじいことで評判の農家、清兵衛の一家12人による渡り増めが行われた。しかし、翌年の遠方2年、1674年、洪水によって石の橋脚が壊れ、木橋も落ちてしまったので、同年、家来に石垣の研究をさせて、 兄弟の敷石を強化し再建した。この改良が功を奏し、その後は昭和期まで二百五十年以上流出することなく、御的に掛け替え工事が行われ、その姿を保った。なお、橋は藩が管理し、藩内では掛け替え、補修の費用のために、武士、農民など、身分階級を問わず、橋デベという税が徴収されていた。ただし当時、橋を渡れるのは、 武士や一部の商人だけで一般の人が渡れるようになるのは明治に入ってからであった。明治時代になり橋を管理していた岩国違反が消滅すると1895年に地元有志による近代教保存会が設立され掛け替え資金の募集を行うようになる。1922年3月、史跡名称天然記念物保存法により名称の指定を受ける。 1950年、昭和25年9月14日、折からの傷や台風により、第四橋の橋脚から崩壊し、近代橋はほぼ完全に流出してしまう。276年間流されなかった近代橋が流出した原因としては、それまでの戦時体制下で橋の補修がおろそかになっていたことや、前年に米軍が岩国基地活走路を拡張した際に、 近代橋付近から大量のバラス、砂利を採取したことで、川床の落差が急に大きくなっていたことなどが指摘されてもいる。翌1951年から復旧工事が始まり、1953年、昭和28年に再建が完了。1998年、平成10年5月6日、この橋を軽トラックで渡った3人の男が逮捕された。 橋についた傷を修復するのに、約220万円の費用がかかった。2001年、平成13年より2004年、平成16年に26億円をかけて、約50年ぶりに橋体部分の掛け替え工事が行われた。工事は、各年の晩秋から、早春の、西木川の水量が減る時期に施行された。2005年、 平成17年9月6日から翌7日にかけて、九州北部、山陰沖を通過した台風14号により、第一橋の橋脚2機が流出した。後に約4000万円かけて、復旧工事が行われ今に至る。川幅約200メートルの河川内に4つの橋脚を、持つ5連の木造橋で、中央3連がアーチ橋、両端が桁橋構造を持つ反り橋となっている。 長さは、アーチ橋が35.1メートル、桁橋は34.8メートル。アーチ橋の構造は、左右の橋脚を起点に、橋桁の1番桁から11番桁まで順次、勾配を緩めながら、先に突き出るように重ねていき、9番桁花間に大胸木、10番桁花間に小胸木を入れる。こうした構造形式は、世界的にも珍しく、 ユネスコの世界遺産に登録されている橋梁の中にも類似の構造を持った木造橋は見られない。2005年の台風被害の際は、桁橋の橋脚の一部が流出したにもかかわらず、橋体には被害がなかった。橋脚に衝撃を受けた場合、接続部の補助構造が橋本体に損傷を与えずに抜ける構造になっていた目である。なお、近年、 近代橋のアーチ形状はカテナリー曲線、懸垂線である可能性を複数の研究者が指摘している。現在の橋からだに使われている木材は赤松、ヒノキ、ケヤキ、栗、菓子、ヒバで木材の特性により使い分けられている。平成の掛け替えの際は全国から約7年かけて木材が集められ100%国産材で作られた。なお、 桁橋の橋食いには本来の松に変え腐りにくい青森産のヒが初めて使われた。一方、橋脚の石垣や川床の石畳は創建後に作り替えられた記録はなく、昭和の再建の際も崩壊した石材を集めて作り直された。このため、近代橋で唯一創建時の部材が残っている箇所と言われている。ただし石垣の内部には、 昭和の再建の際にコンクリートが打ち込まれている。近代橋は創建時から現代までの修復記録が反省の資料などでほぼ完全に残り、歴代の大工統領の人物名もすべてわかっている。記録によると、江戸期にはアーチ橋第2、第3、第4橋は約20年ごと、桁橋第1、第5橋は約40年ごとに掛け替えられ、 橋板や降欄は約15年ごとに取り替えられてきた。現代までに行われた掛け替え工事の回数は第1橋10回、第2橋14回、第3橋14回、第4橋16回、第5橋9回である。橋自体は50年以上持つにもかかわらずこうした手法が取られたのは大工技術の継承の意味合いが大きかったと推測されている。現存する絵図面は 二回目の掛け替えとなる1699年、元十2年のものが最古。その他にも12枚が残る。これらの掛け替え記録から、掛け替えの度に改良が加えられ、1796年、完成8年の改良で、現在の形状が定まったことが分かっている。以後210年間、形状や、衣装の変更はされていない。平成の掛け替えの際は、こうした。 小津をもとに、当時の技術の再現を目指すため、設計や測量はすべて借款法で行われた。釘もステンレス製などは、一切使わず、手打ちしたたたら鉄の枠釘が使われた。江戸後期には掛け替えに必要な溶剤を確保するため、計画的な植林がされていた記録が残っている。現代においても、岩国市は、将来にわたって、掛け替え剤の自給を目指す。 近代共用済備蓄林200年層を打ち出して植林活動を実施している。1966年以降は観光客から入り橋料を徴収し、掛け替え、管理の財源に充てられるようになった。通行料ではなく往復同額である。料金所の営業時間は8時から17時まで、夏季は19時までで、それ以外の時間帯では、 夜間料金箱に料金を入れて渡るようになっている。渡し橋自体は24時間可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。